なんでこんなにお気に入りされてるのみんなに限らず、SNS などのプラットフォームでは、表示順を攻略しようとする人が一定数出てきます。ハンドメイド販売で有名なみんねも例外ではありません。検索結果のおすすめ順に自分の作品が並んでほしい。そう思うことも誰しもあるでしょう。しかし、実際にやるかどうかは別問題。 私でもありませんが、表題のような事例を見つけてしまいましたので、共有します。それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。フリーでマーケターをしながらクリエイター活動しています、かぐわです。この番組では、クリエイターやインフルエンサーに役立つ情報を毎日配信しています。ぜひ、登録、フォローよろしくお願いします。はい、今日はですね、SNS で見つけてしまった、まあ、影の部分と、 いうことで、決してこれらの手法を推奨しているわけではありませんので、ご了承ください。それでは早速行きましょう。はい。みんねなんですけども、以前私のこの配信でも、カラ検索。要は検索欄にキーワードを入れないで検索ができると。そうすると、まあ、出品のすべてが出てくるという話をしました。で、このミンネでカラ検索をします。そして、おすすめ順と。 という状態で並べ替えてみます。すると、はい、えー。おすすめされた順に商品が並ぶわけですが、まあ、この、えー、順番というのはおすすめですので、具体的な、えー、どう、えー、これこれという数値が、えー、明かされているわけではありませんが、まあ、おそらく、えー、お気に入りの数や、えー、購買などなどの数,数字だろうと、えー、言われているわけです。で、実際、 商品、並んだ商品群を見てみますと、お気に入りの数が多かったり、あとはショップのレビュー数が多かったりという商品が並ぶわけですね。実際、星の数が999プラスというように、レビューの検査がすごく多い商品が並びます。中には、ただし、中には、レビューが1件しかなくて、はい、ただ、 商品のお気に入り、ハートマークですね。いいねのマークが何百件もされていると。そして、ショップ単位で見ますと、お気に入りの数が、はい。なんと、1万件以上もついていると。はい。レビューが1件でお気に入りが1万件以上と。これは一体どういうことなのかというふうに思う人も多いかと思います。はい。 これですから私もですね、えー、マリーさんの配信を聞いて、えー、どういうことなのかということで実際今回調べてみたという感じになります。でですね、えー、実際調べてみました、えー。お気に入りで並べ替えてから検索をして、えー、トップページから、えー、1ページ目から10ページ目まで検索をしてみました。 で、私が見る限りの、えー、そういう、ちょっと、えー、怪しい投稿ですね。えー、それは10件ほどありました。それから、あとネット検索をすると、ヤフー知恵袋で、そういうアカウントの指摘が1件ありました。で、一、えー、1回のページに、えー、これに、何件だろうな。えー、っと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11件、44件。まあ、 ですから、10ページ見ましたので、400件、まあ、500件ぐらいある中で10件ということですから、まあ、数的にはですから、あの、そんなに、まあ、ないと言えるのかなと私は思いました。ですので、運営さんも多分それほど、えー、ま、なんでしょうね、対策に躍起になってもらえないというか、そういう状況なのかなという気はしました。まあ、運営さんにしていれば、まあ、そういうのは出るよねぐらいの、 あれ、えー、認識かもしれません。そして何より、えー、この10ページ見た結果の10件、おそらく、同一のアカウントだと僕は見ています。えー、なぜかというと、使っている写真のテイストがほぼほぼ似ているんですよね。商品こそ違うんですけども、写真のテイストがほぼほぼ似てると。要は、えー、アクセサリーの 背景にある写真、敷いてある写真がですね、えー、まあ、写真、背景か、えー。背景が、まあ、ほぼほぼ似てるんですね。ですので、おそらくアカウントとしては、えー、1アカウント。ですから、まあ、全体としても、おそらく何百とかいう規模ではなくて、本当に数十という規模なんじゃないかな、と思うんですよね。ですから、多分、えー、運営としても、まあ、放置しちゃっているのかな、という気がしています。 はい。で、実際ですね、状況なんですけども、えー、お気に入りの数が1万件以上となっていますが、一方でですね、えー、レビューは1件しかないと。はい。で、えー、<laughs> 実際ですね、これ <laughs>、からくりいろいろ考えてみたんですけども、ネット検索をすると、えー、いいねの販売、みんネでいいねの数を、まあ、売るとか、 販売するとか購入するとかっていうのは見つけられませんでした。一方で、ここなら。ここならですと、インスタやティインスタティックトック、アメーバブログ、フェイスブックなどなど、名だたる SNS に関する拡散やいいねやフォロワー数を増やすという有料のサービスは5万と見つかりました。検索結果としても7万件見つかりましたので、まあこれの えー、多少ノイズが入ってるとしても、おそらくまあ、10分の1、7000件くらいは、そういう投稿があるんじゃないかと思われます。で、まあ、すごいですよ。あのー、いいねを1000件増やすのに、2000円とか、<laughs> まあ、1いいね2円ですよ。<laughs> そんな感じの相場感の、えー、受け負います的な投稿は、まあ、 ここならではたくさん見つかりました。ですからまあ、みねこそ見つかりませんでしたが、まあ、直談判して、えー、すぐにやってくれそうな人はまあ見つかるんじゃないかなと思います。そして実際に、はい、こちら、えー、やす、んやすはんのハンドメイド販売ブログというハテなブログのある投稿を見つけました。2016年の記事なんですが、私がミンねを辞めた理由という記事です。 なんと、えー、その下りにですね、えー、っと、ここかなえー、っとですね、えー、はこんなのがきっかけで、まあ、なんやめるのはちょっと悔しいけどな、みたいなことが書いてあるわけですが、えー、っとですね、えー、っと、えー、っと、とでと、おかしな人が、すりひる、あ、これだ、えー、気にしなきゃいいんだけどさ、 売れない作家の売れ、売り込みがうざいよねと、えー、新作をお気に入りに入れまくる、お気に入りテロしてくる売れない作家点点点、ああ、暇なんだろうな、という、えー、トロをされています。うん、やっぱり、お気に入りテロということで、はい、実際先ほどのアカウント、えー、見つ、えー、調べてみました。すると、はい、そのアカウントが、 お気に入りされてるんではなくて、お気に入りしてる数。これ、えー、みんなだとわかるじゃないですか。お気に入りの数を調べてみました。で、えー、正確な数はもちろんわかんないんですが、お気に入りをどれぐらいしてるかというのはチェックできますよね。で、なんとページをめくっていくと、はい、5100ページまでお気に入りがずらっと並んでました。ですからこれ1ページに20件出ますので、えー、約10万件のお気に入りをこの人はしていると。 そうすると、まあ、10万件ですから、その10%の1割、一万人の方がいいね返しをしてくるというのは、まあ、想像に難くないわけですね。ですからおそらくこれがカラクリだと思います。いやですからその10件見つけたアカウント、えー、アカウントすべてがそんな感じでした。 お気に入りをとにかくたくさんしまくって、お気に入り返しを、まあ、期待するという手法のようです。ですからそれを業者に頼むのか、もう自分でやるのか、何か自分でボットのようなプログラムを組むのかは、まあわかりません。ただですね、これ、調べてみますと、えー、海外でももう本当にこの手法をですね、えー、広く普及しているようで、えー、例えばこんな記事。ついにい、ついにインスタグラムのいいねが買える自販機が出現と。 はい、これ2017年のギガ人の記事なんですが、これ、これすごいんですよ。あの、実際にツイッターで動画がアップされてるんですが、本当に街中にある、えっと、どっかの地下街かなんかにある自販機でポチポチってやって、で、100ってやってお金入れて、ポチってすると、もうスマホのそのアカウントにボボボボって増えるんですよ。<laughs> 本当でこれすごい。 そう。で、まあ、実際、増えたアカウントというのは、まあ、あの、男性のアカウントだったり、まあ、あの、ちょっと、いかがしいようなアカウントが多かったりするんですよね。はい。それからですね、とドイツ。ドイツですと、まあ、えー、普通にですね、こう、職を辞められた方が、まあ、退職をされた方がですね、アルバイト代わりに、えー、いいねをしまくると。 という、まあ、アルバイトサイトのような感覚で、えー、いいねをすることを、まあ、あする、もう、サービスがあるんですね。えー、ペイドリンクスというサイトだそうです。ですので、まあ、一定数やっぱりこういうのは、もう世界規模であるんだな、というふうに思いました。はい。で、実際私もみんねでユーザー登録してみましたが、えー、二段階認証必要ないんですよね。 メールアドレスを登録してメールのリンクをポチッとするだけで、えー、登録できてしまうんです。最近のウェブサービスではさらにこう携帯電話で、えー、SM SMS 認証させてユーザー登録をさせるということで、えー、フェイクアカウントを増やさないというセキュリティを敷いていますが、えー、残念ながら民には、えー、携帯必要ないんですね。ですので、まあ あのサービスとしてメールアドレスをまあ何万件と保有できる人であれば、まあいくらでもアカウントは実はできてしまうわけです。ですので、皆さんの元にもおそらくみんネから二段階認証してくださいというお知らせが来ているはずです。ですので、もし皆さんが行動を起こすとするならば、はい。段階認証していないフェイクアカウントを、まあ、なんとかしてくださいというような、まあ、 訴えはありかなという気はしますね。やっぱり二段階認証でスマートフォンを持っていないと、さすがにスマートフォンを何十台も運用管理するというのは、やっぱりお金がかかるし、手間がかかることなので、なかなか真似はできないと思いますので、まあ今後、二段階認証を必須にすることぐらいが、まあ防衛策というか、まあまあ妥協点なのかなと、落としどころかなという気がします。いかがでしたでしょうか今日は調査レポートでしたが、以上になります。お聞きくださりありがとうございました。 それでは皆さんいってらっしゃーい。